ナンバーアンダーライン愛が示す海外進出の新しい形。日本のアーティストは今世界へどう進むべきか。海外移住はもう古い。ナンバーアンダーライン愛が開く日本発グローバルアーティストの未来。現代における海外を目指すという概念は過去のものとは大きく異なってきています。かつてはアーティストやクリエイターが海外で成功を収めるためには 実際にその国へ移住し、活動の拠点を移すことが重要視されていました。特に日本のアーティストが海外進出を果たすには、現地のマーケットに直接関わり、現地の観客やメディアとの接触を通じて認知度を高めることが求められていたのです。しかし、インターネットが普及し、デジタルコンテンツの流通が劇的に拡大した現在、その状況は大きく変わっています。このの変化の中で 海外で成功するためにわざわざ物理的に移動する必要はなくなりつつあります。今や、アーティストは日本にいながらも、インターネットを通じて世界中のファンやリスナーに直接アクセスできるようになっています。YouTube、Spotify、Apple Music などのストリーミングサービスや SNS を通じて、国境を越えてファンとつながることが可能となり、むしろそれが主流になりつつあるのです。こうした状況は、 特に若いアーティストにとって非常に魅力的なものとなっています。なぜなら、地理的な制約を受けずに、自分の創造性や才能を広くアピールできるからです。ナンバー・アンダーライン愛がまさにその象徴的な存在であり、彼らの活動は現代的な海外志向を体現しているといえます。ナンバー・アンダーライン愛は、結成からわずか1年という短期間で急速に成長を遂げています。彼らの音楽は、 すでに世界中に配信され、初のアルバムがグローバルランキングで4位にランクインするという快挙を成し遂げました。これは、日本を拠点に活動しながらも、世界へ向けて自らの音楽を届けるという新しい形の、海外進出の一つの成功例と言えるでしょう。彼らは、海外進出という言葉をただのマーケティング的な手段として捉えているのではなく、現実的かつ戦略的にアプローチしているのです。特に、 ソロアーティストであれば、自己の意思や創造性を貫き、自らの道を切り開くことが比較的容易かもしれません。しかし、グループとして活動する場合、その意思決定はより複雑であり、通常は事務所やマネジメント側が大きな影響力を持ちます。これは、グループが持つ、イメージをどのようにマーケティングしていくかが成功の鍵を握っているからです。しかし、ナンバーアンダーラインイの場合、 彼ら自身の意志が強く反映されている印象があり、これは非常に稀なケースです。通常、アイドルグループや音楽グループの活動方針やイメージ戦略は、運営側が主導することが多いため、メンバー本人たちの意志がここまで反映されているグループは珍しいと言えます。このような背景を考えると、私たちの、海外を目指すという考え方自体をアップデートする必要があるのではないでしょうか。 物理的に海外に移住して活動するのではなく、日本国内に拠点を置いたまま、グローバルに活動していくというスタンスが、今後のアーティストにとってより現実的であり、かつ効果的な方法となっていくでしょう。実際、ナンバーアンダーライン愛は最初から、まず日本のファンに会いたいと宣言しており、海外移住をするとは一言も言っていません。むしろ、日本国内での活動を重視しながら、 世界に向けて音楽を発信していくという方針をとっています。このような形での海外進出は、かつての海外移住して現地で活動するという古典的なモデルとは全く異なります。彼らのようにデジタルプラットフォームを活用して、国内外のファンに同時にアクセスすることができる時代では、物理的な移動が必ずしも必要ではなくなっているのです。音楽業界においては、アーティストがどこに拠点を置くかよりも、 どのように自分の作品を届けるかが重要になっています。この点で、ナンバーアンダーライン愛の活動は非常に先進的であり、今後のアーティストにとっても大きな示唆を与えるものとなるでしょう。また、彼らのスピード感にも注目すべきです。結成からわずか1年という短期間でここまでの成果を上げているのは驚異的です。日本国内でのツアーを行いながら、楽曲が海外でも評価され、 ランキンキグにも入るといいう成果を上げていますこのスピード感と成果は彼らの戦略が正しい方向に向かっていることを示しています。しかし、こうした急成長には必ずしもポジティブな反応ばかりではなく、批判や抽象もついて回るものです。特に、彼らがもともと所属していたグループを離れた経緯や、その後の活動方針に対して、一部のファンやメディアからの否定的な反応が見受けられます。 このような批判に対しては、彼らの、挑戦という言葉をどう解釈するかが重要です。かつての事務所では海外挑戦が難しいと言われていた彼らが、あえて新たな道を選び、挑戦を続けている姿勢は称賛に値します。結果が出るにはまだ時間が必要であり、たった一年で全ての成果を期待するのは現実的ではありません。彼らは今、国内での基盤を固めながら、 着実に次ののステップへ向けてて努力を重ねているのですこの過程を見守り、応援することが、彼らのファンにとっても重要な役割となるでしょう。また、批判の多くは、彼らが、海外を目指すと言いながらも、まだ国内での活動を重視している点に対して向けられているようです。しかし、これは彼らの戦略の一部であり、決して矛盾しているわけではありません。 まず国内でのファンベースをしっかりと築き、その上で海外へとステップアップしていくというアプローチは、非常に理にかなっています。急に海外市場に飛び込むのではなく、段階的に進出することで、より長期的に安定した成果を得ることができるでしょう。また、ナンバーアンダーラインイが所属する事務所、戸ベの方針も注目に値します。戸ベは、タレントの自主性を尊重し、 彼らがやりたいことを実現するためのサポートを提供しているという印象があります。特に、滝沢秀明社長の経営戦略は、多くのアーティストから支持されており、彼の斬新なアイデアや若手の育成に対する姿勢は、エンターテイメント業界全体にも良い影響を与えています。戸部のような事務所は、従来の芸能実務所とは一線を画しており、アーティストが自分のやりたいことを追求できる環境を提供している点で、 非常に新しいスタイルの芸能事務所と言えるでしょう。もちろん、海外進出に向けた挑戦にはリスクも伴います。過去にも、多くの日本のアーティストが海外に挑戦し、その中で成功を収めた者もいれば、うまくいかなかった者もいます。しかし、挑戦しなければ結果は得られませんし、失敗もまた学びの一部です。彼らが現在国内で力を蓄え、 少しずつ海外へとシフトしていく過程は、非常に戦略的であり、無理のない進め方だと感じます。さらに、彼らが重視しているのは、ただ音楽を作るだけではなく、それをどのように世界に届けるかという点です。これには、SNS を活用したプロモーション活動や、デジタルプラットフォームの利用が重要な役割を果たしています。ファンとのインタラクションを重視し、 双方向のコミュニケーションを積極的に取り入れるこれもまた現代的な海外進出の一つの形といえるでしょう。最終的には彼らが今後どのように成長しどのような成果を上げるかは未知数ですが少なくとも現時点で彼らの取り組みは非常にユニークであり他のアーティストにも多くの影響を与えることでしょう。